緑茶。緑茶、利緑茶は、茶の木の葉から作った茶のうち、摘み取った茶葉を加熱処理して発酵を妨げたもの、もしくはそれに湯を注ぎ、成分を抽出した飲料のこと。中国は全世界の緑茶の約75%を供給する主要生産国である。中国国内で生産される茶類のうち60%以上を緑茶類が占め、 多くの人々が緑茶を上飲している。また、日本茶、煎茶、ほうじ茶、抹茶などはその多くが緑茶であり、緑茶は日本で最もよく飲まれている茶である。日本式の緑茶の製造は以下の工程からなる。簡単に言うと、収穫した茶葉を蒸してもみつぶし、茶葉の型を整えつつ乾燥するという工程の並びになる。適彩から乾燥までの工程を、 荒茶工程、選別、成形から合わせ組までの工程を仕上げ工程とい。中国緑茶の製造工程は、収穫された茶葉に加熱処理を加え、10年し乾燥するという基本的な原理は同じだが、主流となっている方法がやや異なる。緑茶に使われる茶の木は、商用甘木の中国種が種である。引茶やかぶせ茶のように特別な管理のもとに、 茶の木を育成する遮も存在する。日本では5月上旬に一番茶の茶摘みが行われ、88夜を過ぎた頃に最盛期となる。一番茶はその後の二番茶、三番茶に比べ、カテキン、テアニンが豊富なため地味が強く、最上級茶に用いられる。中国では、生命節前に収穫された茶を名前茶と呼び、高級品に格付けされる。また、緑茶の格付けは心め、 ミルガが多く含まれるほど高級とされ、茶摘みの際に心目から下の葉を何枚摘み取るかによって等級が決まる。日本では一般的に一新二葉が最高級、一新三葉は純高級品とされている。中国では心目しか使わない一新つまみの茶や一新一葉の茶が最高級クラスとして流通している。収穫された茶葉は荒茶工場に輸送される。 日本では、商用が乾燥しないように、一旦冷蔵保管するが、中国では香りを立てるために、室内で冷却しつつ、一定間隔で攪拌し、茶葉をしおれさせる胃腸と呼ばれる作業が施される。酵素による酸化発酵を極力抑えたものを不発酵茶というが、この加熱処理を一般に、札和を、サセイ、シャーチン、エスイェイクインジーと呼ぶ。日本では、 発酵を止めるため蒸気のように情熱を加える。普通の蒸し茶の場合摂氏100度の蒸気で30秒ほど蒸し上げるが蒸気を当てる時間が短ければ後期が強く茶葉の形が崩れない茶となり長ければ青臭さが取れ濃い水色を持つまろやかな茶となる。前者を朝蒸し茶、後者を深蒸し茶といい製品の特性に合わせて選択される。なお中国緑茶で蒸しを 全鎮を行っている例としては、古北省玉泉寺のサボテンチャーが著名である。中国での札青は釜入り、草青、サーチンを行うのが主流であり、草青した茶葉を十年、乾燥し完成させたものを、草青緑茶という。他の方法として、茶葉を火で炙ることで札青をする、青、本鎮で、一旦荒茶を作り、最終工程で草青する、青緑茶や、などもある。なお、 日本国内でも佐賀県の嬉野茶や宮崎県、熊本県県境付近の青柳茶のように釜入りの製法をとっているものがある。札和を終えた茶葉は10年に入る。10年の目的は茶葉の細胞組織を破壊し、寝室を良くすることと茶葉の形を整えることである。日本の荒茶工場では10年は熱風で乾燥させつつ強い力で荒くもむ荒、 水分量を均一する10年、再び音符を通しながら揉む中揉み、熱と力に形を整える青年からなる。なお、10年作業を昔ながらの手作業で行う茶は、手揉み茶と呼ばれている。10年を終えた茶葉は、乾燥機で、水分量が7から8%になるまで乾燥させ、茶葉を均一に混ぜ合わせて、荒茶が完成する。この時点で消費される茶もあるが、 おおむね次の仕上げ工程に送られ、仕上げ茶として製品化される。中国緑茶や日本の玉緑茶などの釜入り茶は、10年を行うことで独特な茶の成形が同時に行われるが、高級な中国茶は茶葉の形を維持することが求められるため、ピロチュンのような見る目の多い高級緑茶には、強い10年は行われない。乾燥工程では、方法によって、前日の総青緑茶、 青緑茶として、完成となるものと、黒茶用の荒製茶などの晒し青緑茶の3種類に、大別される。中国では自工程で加工される前の荒茶を、猛茶、猛茶という。日本茶の仕上げ工程では、まず各所から集められた不揃いな荒茶を振い分け、裁断して、形を整える。次に、熱風や塩石外線などで乾燥させ、緑茶の香りを立たせるヒーレが行われる。 火入れの後に茎や枝などの煎茶に使い得ない部分が取り除かれ、茎茶、粉茶、芽茶などに選別される。火入れの終わった茶は製品の品質を一定に保つためにブレンド、合組が行われ、仕上げ茶が完成する。日本で生産される緑茶の内煎茶は約80%を占め、日本茶と同意に呼ばれることが多い。 煎茶には新鮮な香りを立たせた朝蒸し茶と青臭さを消した深蒸し茶があり、前者は新茶などに用いられる。日本茶は中国茶に比べ香りよりも地味が評価される傾向があり、特に玉露のような高級緑茶を入れる場合には湯冷ましによって湯の温度を下げて入れる。抹茶、挽茶、茶道引く挽茶をイシュスを用いて微細な粉末に仕立てたもの。ジャスミン茶は 緑茶にジャスミンが開花する時に放出される香りをつけたもので、分類上は花茶、着工茶に入る。朝鮮半島では10世紀頃から茶の木が栽培されていたが、李氏朝鮮の時代に仏教を排斥したのに伴い茶の栽培は下火になり、ごく一部でしか栽培されなくなった。1989年になって、ようやく韓国政府が茶の栽培に補助金を出すようになった。 そのため、韓国で茶の木の栽培が本格的に行われるようになったのは1990年代以降である。また、高麗茶道と称して茶をたしなむ文化も存在するが、これは京都の在日韓国人が戦後に起こした茶道であり、朝鮮半島古来の文化、作法ではない。中国の隣国であるベトナム北部でも、タイグエン茶と呼ばれる緑茶の栽培と消費が盛んである。 タイムエン茶の製法は、中国茶と同様の釜マイ方式であり、札青、十年、晒し青という製造工程となる。喫茶法はポットに多量の茶葉を入れお湯を注ぐ、エン茶式であり、福建省、もしくはフランス植民地時代のコーヒーの入れ方の影響と言われる。モロッコチュニジアアルジェリアのある、マグレブ地方では、中国緑茶の消費が盛んであり、 中でも、モロッコのサレー、あっいで供されるナナミントティーは除名である。トゥアレグティーとも呼ばれるナナミントティーは、いや、チンマイユ茶にミントと多量の砂糖を加えて飲まれる。緑茶は、成人が適切な量を飲む分には安全であるが、含まれるカフェインの作用により、不眠、不安、苛立ち、胃腸不良、吐き気などを起こし得る。さらに少量のビタミン K を含むため、 バルファリン服用者は注意が必要である。またある種の癌について、緑茶はそれを予防し、進行を遅らせる効果があるであろう。メイヘルプとアメリカ国立保管統合衛生センターは述べていたが、現在は人に対する癌の研究で一貫した結果を得られなかったとしている。試験では体重減量のエビデンスがあるとは確認できなかった。緑茶の茶葉を食べる料理がある。 抹茶そばに加えて茶そばにしたり、塩と合わせて、天ぷらの味付けに使われたりする。菓子にもよく使われ、代表的な洋菓子のほとんどに、抹茶風味のものが存在する。茶葉に含まれる苦味成分、テオフィリン、キサン酸ン誘導体に分類される、アルカロイドの一種は、気管支拡張剤の原料となる。緑茶はさっぱりとした好機を持っているため入浴剤や、清姜剤。 石鹸など清涼感を求められる製品に使用される。緑茶に多く含まれるカテキンは抗菌、抗ウイルス作用があるため石鹸、シャンプーなど洗剤類やタオル、寝具などに使用される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。